皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。今回はナックルシティを探検しようと思います。結構行ってなかったところなので、各家の中から行きましょう。中央からね、右を先に行っちゃおうと思います。あなたとポケモンが仲良しか教えてあげようか。あ、ここなんだ。どの子と仲良しか。ミュウいい感じに仲良し。でももっと仲良くなれるはず。まだなんだ、まだだった。仲良し判定の方はここにいるんですね。じゃあ夏季度チェックだね。あ、安らぎの鈴もらいました。ここにあったんだ。仲良くなりやすいんですよね。うわ、これはシルバディにするときに持たせよう。あなたのポケモンがすごく頑張ったか知りたい。頑張ったか知りたい、ミュウがものすごく頑張ったね。頑張りの印つけてあげる。頑張りボン、ここリボンもらえるとこですね。へ、どういうご自宅なんだろう。ポケモン大好きクラブの方たちなのかな、わかんないけどはい、1個目のお家はすごく今後寄るとこですね。これちょっと入りましょう。各家全然見てなかった。うわ、ここすごいよ。なんでこんなにいっぱいいるの。カラス好き。ただ好きでここ柄を育て共に暮らしているのね。空飛ぶタクシーとは無関係よ、だそうですただ好きでこんなにいるんだ、すごい。あ、ジェントル、やあお嬢さん。あ、この人だ。天気のお話。勝負の時日差しが強いと炎タイプの技強くなるよ。水タイプは弱くなるよ。氷の状態にはならないし。これあれだね、天気のおじさん聞いてくれたご褒美。あ、熱い岩持ってなかった。持たせたポケモンが日本晴れを使うといつもより晴れ時間長くなります。今日も疲れた、また明日。これ1日1回なんだ。明日また来ます。まだもらってなかった。この人はポケモンセンターにいる。親父すごいよな。ポケモンの技を忘れさせたり思い出させたりしてよう。うん、なんかあれだね、よくわかんない人よくわかんない人だった。ドラゴンは宝を守るもの、そういう意味でキバナさんは宝物庫の番人ってぴったり。ドラゴンタイプ使い、キバナさんのとこですからね。ここ上はね、ちょっと遊びに来たんですけど、私この女の子の手紙まだ渡してないんだ。フランク君宛ての手紙、お手紙本当お願いね。ちょっとこれはあれだね、最後に行こう。なんかポケモンの世界ってストーリー以外にもこうなんかサブイベみたいなのがたくさんあってすごく好きなんだけど、話しかけると始まったりするのが多いので、話してなかったからこそ今ちょっとやってるんですけど、お、願い星を君にプレゼントしちゃおうとかって言ってる。あれだね、ナンパしてんだなナンパしてんだな、きっと。ってことにしよう。キャンプで食ったカレーうまいな。家で作ったカレーよりうまいぞ。それ多分あれだと思います、外で食べると何倍も美味しいって言うよね。あと大鍋でいっぱい作ると美味しいとか、たくさん焼くと美味しいとか。ヘアスタイルキープのために言ってるの。そのヘアはちょっとしないけど、なんかいないかな。彼は列車のお客さんみんなどれだけ強いのか想像しながら仕事してます。すごいな。この人だよね、ポケモンセンターのおじさんこの人の話してたんだよね、きっと。じゃあちょっと戻って逆サイドも行きます。ここは？あ、空手王。アイアーマミスター気合、気合が入りまくって強すぎる俺に挑む覚悟あるか。あ、行ってみようか。ミスター気合の強さ、ミスター気合すごい。空手王秀長さん、モンメン、かわいいな。カラテオがモンメン持ってる。私なんか普通にそのまんま来ちゃったんですけど、
4匹しかいないし大丈夫なのかな。あ、レベル2だ。あれ、じゃあ普通にもんめん、ごめんもんめん。お、何持ってた？気合のたすき。これたすきもらえる人もしかして。お、1、びっくりした。たすきもらえる人かな。やってなかったよ、ありがとう。気合勝負、お主の勝ちだ。128円もらった。どうだ、踊れたか。いろんな戦い方があるだろう。よし、気合いの入っていたお主に、あ、たすきの人だ。ありがとうございます。気合いのたすきもらった。持たせると HP 満タンの時瀕死になりそうな技を受けても1回だけ耐える。これだいぶ使いましたね。おっす、ポケモンと技と道具の組み合わせで気合い入れてけ。ありがとうございます。同じことし言ってる。ここにいたんだ、助けもらえる人。気づかなかった。お姉さんたちは剣術って難しいね。ここはね、ちょっとね、寄ったんだよね。推しが着ている服、学生の頃もらったんだ。あ、そうなんだ、そういうのもあるんだ。あんたの試合で勇気もらった、ありがとうございます。キバナさんの話だね。あと1日1回バトルをするともらえるやつ、私今日まだもらってないので後で全部回ります。ここは髪の毛か、なんか落ちてる。シルバースプレー取ってなかったらしい。オンバトはフルーツ大好き、いつも超音波で探してる。これはないよね、特に。リージョンホームって言うんだぜの話してるけど、あ、すごい、これダンデさんのレプリカのユニフォーム買ってる人多いけど、マントが重すぎて着れないらしい。あれどれだけの重さなんだ、あのマント。あ、待ち合わせしてる人だね。これ待ち合わせしてる人ってあれなのかな、続きあるのかな、あっちで待ってたよとかって言えないのかな、わかんないんだけど。この人は？ねえ、君、あの噂知ってる？え、何？怖い話？知らない。え、知らないの？好きな子に告白するとき、カジッチをプレゼントすると結ばれるって噂だよ。知らない！実は僕、好きな子がいるんだけど、その子もうすぐ海外に行っちゃうんだ。最後に思いを伝えたくて、カジッチ探してるけど、全然見つからなくて。もし捕まえたら譲ってくれないかな。いいよ、気持ちは嬉しいけど持ってないみたいだよ。持ってないよ。これカジッチ持ってこよう。あ、ここ行けるの知らなかった。おじさん、限られたポケモンだけが覚えられる技、その名も合体技。はい、どのポケモン合体技覚えられるの、なんかいない気がする。あ、いる、いた。ほどの誓いか、これ取ればよかったか。バークアウトを忘れよう。ここにいたのか。他のタイプの合体技とどう組み合わせるかが鍵だ。知らなかった、ありがとうございます。ここなんか行けたんだね。こ、上行けないんだね。とりあえずカジッチュ、よし、持ってきたよ、持ってきたよ、カジッチュ。あれ、もしかしてカジッチュ譲ってくれるの？譲ります、どうぞ。あ、やった、カジッチュだ。ありがとう、本当にありがとう。せっかく君がカジッチュを譲ってくれたんだ。しっかりと彼女に思いを伝えなきゃね。結果聞かせて。結果は、あ、来た、やべえ、あのドキドキするね、こういうの。遅れてごめんね、急に話ってどうしたの？引っ越しの準備どう？そこから？ほとんど片付いたよ。引っ越し明日だから。はぁ、明日？そっか、やばい、緊張する。ねえ、このポケモン見てよ、カジッ
チュすごい捕まえたの？いや譲った。うんって言って。うん、人からもらって。あ、なんでそこでうんって言わないんだよ。言ってもいいじゃん。ごめん、本当は自分で捕まえたカチッチュ君にあげたかったんだけど。いいじゃん。やっぱり忘れて、カチッチュは渡せないよ。渡せばいいじゃん。うん、私この子受け取れないよ。おお。うん、遠くに行っても離れ離れになっても君が捕まえたカジチュウ、私ずっと待ってるね。あ、実った。え、それって実った。それじゃまたね。甘酸っぱい。どっちどっちどっち、結果は？あの、さっきのってどういうことなんでしょう。聞いてこいよ。捕まえて聞いてきなよ。それはよかったねと、おめでとうしかないよ。おめでとうだよ。ありがとう。はてなついてるって、うわ、やっぱりそういうことなの。分かってるんだったら聞きに行ったらいいじゃん。本当に本当に信じられない。やった。ごめん、まさか両思いだなんて想像してもいなかったから。で、それよりこの子君に返さないとね。カジッチを返してもらった、いいのに。あと大事な一歩を踏み出せたお礼さ。甘いリンゴもらいました。僕自分の力でカジッチ捕まえるよ。そしていつかあの子にカジッチを渡しに行くよ。よーし、じゃあ探しに行ってくる。バイバイ。うわー、ねえ告白シーンがあった。よかったねとおめでとうで変わったんですかね。もしかして酸っぱいリンゴと甘いリンゴどちらかがもらえるようになってたのかな。私はおめでとうにして甘いリンゴもらったんですけど、違ったっていう方ぜひ教えてください。もしかしたらここの選択肢で酸っぱいリンゴか甘いリンゴだったのかもしれないです。はい、ということで今回はエンジンシティ回ってみました。いかがだったでしょうか。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!